はい、皆さん、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。 え先日イコールラブの斎藤キアラさんのソロの楽曲「キアラ・ティアラ」というですね合ってますよね「キアラ・ティアラ」いという楽曲を見させていただいて解説をさせていただきまして久しぶりのイコールラブのねえ音源を聞いた解説だったんですけれどもそこのですねコメントをいただきましてこれは非常に興味深いとちょっと読ませていただきましょう。アルファベットで「ブラッド・ブルー」さんですねきっとね。 えー、ベテル、あれこれベなのペなのちょっと待って、細かいところですけど、ベですね、ベでよかったですね。ベテルギウスユーリさんのカバーで、バイノグチイさんバージョンをぜひ聞いてください。えー キアラちゃんあそうこの名前だけ来ると急に読めなかっですね「キアラちゃんと同じグループにいるってのがすごいと再認識する歌唱力ですと」とこのブラッドブルーさんが書いてくれましたので早速聞きます非常に興味深い私はい実に面白いみたいになっちゃい非常に興味深いですねで野口伊織さんの、まあ、歌声も今までね何回も聞かせていただいておりますけれどもソロでしかも優里、えー、さんの ベテルギウスを歌うというのはどんな感じになってるんだろうまあ、期待の方が大きいですねすごいかっこよく歌われてるんじゃないかなとこれアップされたのがまだね 2>,、うん、2週間ほど前みたいです野口よりさんの歌ってみた動画を公開よりさんのベテルギウスをカバーさせていただきましたということでそうね前にも夜にかけるとかそうだ歌われてましたけれどもさあどんな感じなのか早速行ってみたいと思います では3分59秒の <laughs> 動画ブラッドブルーさんに教えていただきましたので見させていただいたと思いますそれではいきましょう「空にある何かを見つめてたらすごいアップですね左側から」「それは星だって君が教えてくれた」 まるでそれは僕らみたいに寄り添ってるそれを泣いたり笑ったり繋いでゆく枠のいい切り方何十回何百回ぶつかり合って何十年何百年を昔の上がってくるときいいね力の入れ具合が。忘れた わくらに届いてる枕くらつめよってだよによって同じわ稲って二人立て焼くわこの背の手の最後の回るとこねく終わらない揺れる気薄うぎの発音きれいたくまほうん 僕ら肩並べて取り合って進んでく口のアップ。時がてがないで、うん。近っただろう、遥か遠く終わらないベテルキウス。君にも見えるだろう、祈りか。おうん。切り方かっこいい。が、蘇るよ。うん。うん 君がいつだうわーその低いところの表現が素晴らしい同じようにいい笑顔世に泣いたり笑ったり繋いでゆく何十回何百回ぶつかり合ってうん一つ一つの音程もすごいかしいここの上がっていくとこの力の入れ具合が素晴らしいね 忘れたように僕らを照らしてる「クラミツ」は1番と2番とそうサビに行く時のテンションがまた変わりましたよ。 みんなだって二人りだって約束してるうまいか遠,遠く終わらないベテルギウスほほほにここいいねです誰かにのグッと押さえてくるとこねどこまでいつまで生きられるかいいですね気持ちが入って不安になるために強がるんだ大丈夫僕が難しい歌だ 奥にいるよ、見えない線を繋ごう。暗見つけ合って、タグに合って、同じ空。輝くのだって、二人だって約束した。うん。遥か遠く終わらない、ペテルギウス。誰かに、ここのほんと、ぐわっと押さえるとこ、かっこいいね。あ バクラかついあれやってうわすんで一番最後のサビが一番ワールドにだって二人だって近いうわ近うかと遠く終わらないルキる傷をいいね歌だろう一人が空にある何かを 冷てうわ低いけどね君が教えてくれたふっと手が離れてうわこっち向いて何という最後素敵な笑顔で終わるんでしょうな何今の <laughs> これもうファンの人一回倒れたんじゃないですかね今のだけねうわ やばっつっていやこれでもね勝手に「ベテルギウス」という歌を、ね、どんなふうに歌うんだろうって言いながらなんとなくこんなかなってね漠然とですけど描いていたイメージを簡単にひょひょいっと超えていきましたね。あのまず全体的に 歌声が綺麗に出てるっていうかね声の響きがいいというのはもちろんなんですけれども音程と音程をたどる時の音の当て方っていうんですかね「ゆうりさんがもちろんやられてるっていう部分もあると思うんですけどもう一つ一つの音符をただ触ってくるっていうわけじゃなくて「 なんかこの音と音の間にいろんなこう動きがねものすごく自然に優リさんも入ってるんですけどそれをこれでもかというぐらいに見事なまでにこの再現してるっていうか野口由里さんが持ってるその歌い回しのグルーヴ感とかそのテクニックがうまくこの「ベテルギウス」と曲に合ってるんでしょうねきっと。 だかまあ優里さんがもともとやってるのを真似てるようにも見える聞こえるし普通に歌ってもこういう歌い回しが自然と出てくる感じもあるしどちらにせよ非常にレベルの高い歌い歌方をしていいることは間違いないですねでしかもこの楽曲がすごい難しい難しいというまあいろんなこう要素があるんですけどやっぱり音がねあの落ち着かないっていうと何かあんまりいい聞こえ方じゃないと思うんですけど、まあ、最近の曲こういうの多いですけど。 なんかどっかでこうね伸ばすあんまり音程が動かないメロディーみたいなのがいてくれると歌う方としては、まあ、休憩じゃないんですけど、まあ、歌いやすかったりするんですけどもずっとね何て言うのおいしいフレーズの、えー、集合体みたいな感じで。 だから歌う方はね非常に高音程取るのも大変な忙しい楽曲だと思うんですけどそれをね全く何て言うんだろうね忙しそうな感じを出さずにというか出ないままに、まあ、全部の歌い回し非常に綺麗に歌われてましたねそして私はねそれプラスすごいなと思うのが野口百合さんの歌い回しの一曲一番最初歌い始めから一番最後の盛り上がるサビのところまでの 一曲を歌う時の強弱というか抑揚をものすごく考えられてるような気がします今の聞くとなのですごく単純に言ったら A メロ歌い始めはちょっと優しくね歌い始めて一番最後のサビのところが一番強くっていうまあ大きく見たらそれぐらいのことですよね。でそれをもっと細かくじゃあ入り口の A メロ優しく入るけれどもその時には。 まあ音程がちょっとね男性曲なので低めっていうのもあるんですけど空気の量をすごく使ってまあウィスパーボイスと言ってみたりしますけれども「ダララダララもう空気が先に出てくるぐらいのすごい柔らかい声の出し方っていうのを使う。で2番あ二番じゃない B メロに行ったら「なんでだなダダ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 ダ さ聴き,、ね、きながら言いましたけど「って低めのところから高めの音に切り替えていく B メロのゾーンっていうかメロディーがあるんですけどあそこねもっとやっぱり普通に歌うとガンと変わっちゃうんですよね声の出方が。優しく空気をめり出してたところから張りに行きますから音量もガンと変わってしまうことが多いしなんかもっとあ変わったなっていう感じがね 顕著に出たりするんですけどすごくそこの切り替えがだかさんが上手いんですよね高音だからだからだからだかと変えてだからだからだからだか多分空気の量がたくさんあるというのとこの辺で響かしてか時のからだ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 かなとかうんですけどらだからだからそこのこうスだーズだね、だんだん盛り上がってくる感じというのもできてうまくできていて。 そのサビんところの「ララ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 」っていうのがさっき言った音がピョコンと飛ぶメロディーですよねで高尾音に行った時にうりさんは裏声に一瞬変えてるような歌い方「タラエラテラエラテ」っていうそうなった時に一般的にカラオケとかで皆さん歌うとやっぱ高尾音一瞬出しに行かないといけないのでどうしても顔が一緒に動いちゃうんですね高尾音行きたいから。 ダダダダダダダッダってなると喉がぐっと閉まって実はね細い声になったり苦しそうに聞こえたりするんですけど一回も今の歌唱の中で野口よりさん高尾と言った時にそこのサビのフレーズねダダダっっててなならいですダラダラってもう顔が逆に下がってくる出し方あれはもうねボイストレーナーとしても。 ににああいう風やりたいって言いたいたですよねやってくださいって言いたいもう基本的な高い音特に1個だけ上がる高い音は顔を上げずにグッと下げて鼻の奥の響きだけでタラ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 タって出しに行くのがまあ一般的には正しいと思うんですけどそれをねものの見事にえ当たり前のようにやられてます。でその後の後 同じ空、あと「約束した」と今度強くその音高い音鳴らす時には鼻を, turkey, と鼻を下げるだけじゃなくて約束今度は前に強く出しに行くような出し方っていう同じサビの中でも高い音が来た時にあんまり強く出さない高い音の出し方とここは目いっぱい前に行くんだっていうね出し方2つうまく使い分けてる部分もあります。そして 曲の最後の一番盛り上がるサビのとこ行くと鼻に響かせるそれから前に出すということプラス音量だけじゃないですよね一番盛り上がるサビにするために今度は口の動かし方、まあ、顔の表情を使って一つ一つの歌詞に対してアクセントをより強くして「分かってやって同じ空同じ空」などの音も一番のサビだったら 同じ空ぐらいに歌ってたものが同じ空一つ一つの言葉がしっかり出てくることによって音量だけ強くなってるわけじゃなくて最後のサビにグッとやっぱり気持ちが乗っかってくるまあ実際乗っかってきてると思いますけれどもそれをちゃんと歌声として表現できるスキルというのがこの表情それから口の動かし方を使ってより熱くワイルドに歌う感じ。 通して聞いてもどこを切り取っても本当に素晴らしい箇所。うん。いや、お見事です。本当に素晴らしかったと思います。うん、もっとだからゆりさん歌ってるときってね。ゆりさんご自身は顔がくってなりながら歌いに行きますよ。だからそれぐらいやらないと最後のサビなんかはこのワイルド感というかね。強く気持ちが入ってる感じが出なくて、ゆうりさんはやってると思うんですけど、それをね。 野口由里さんは、まあ、一番のサビに比べればガッとなってますけどずっと綺麗な表情綺麗なお顔で歌いながらあの表現ができるっていうのはなんかアイドルなのにちょっとこうアーティスティックなというね本来であればこう共存しないようなところが見事に共存してるなんていうところもちょっと最後の方おっとちょっと力が入ってしまいました私も見ながら。 で最後の歌い終わってこっち向いての2個ですよこのギャップは優リさんにはしょう、ね、ちょっとないですかねやっぱり優リさんが別に悪いわけじゃないですけどあんだけアーティスティックに歌った後の最後2個来たらこれはみんなホゲーってなりますよねはいそんなところまで踏まえて見事な 動画そして歌声だったと思いますということでね、えー、ブラッドブルーさん教えていただいて本当にありがとうございます素敵なものを見させていただいて勝手に思うままにお話をさせていただく動画今日はこんな感じで終わりたいと思います皆さん最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました